せんべい作り天津せんべいは中国の河北地方の食品である。水で溶いた緑糖の粉、泡の粉、または小麦粉と卵を丸い鉄板に広げて焼いた一線洋食に似た辛い味の軽食の一種。天津では単にせんべいもしくはどもえとも呼ばれる。カート式の屋台に七輪やガスコンロを置きごと呼ばれる丸い鉄板を使って、 街角で焼きながら売るスタイルが普通。山東せんべいから派生し、天津で改良されたものと言われる。天津では、もともと山東せんべいのように泡の粉を使っていたが、緑豆の粉との混合になり、後に緑豆の粉中心に変化した言われる。緑豆を使うのが最もうまみがあるとされる。また、粉ではなく、生の緑豆を水につけて、 柔らかくし、表皮を除いてから、すりつぶす方法もある。しかし、天津以外では、緑豆よりもコストの安い小麦粉を混ぜたり、完全に小麦粉に変えたものが多く、本場のものとは、風味が異なるものになっていることが多い。味付けも、本来は、麦味噌と薬味の刻みネギだけというシンプルなもので、あったが、現在では、唐辛子味噌、フールを加えたり、 入りごまやクミンをまぶしたりすることが増えつつある。緑豆などの粉を水で溶き、少量の塩、ごこ粉などを加える。鉄板を熱して、油を敷く。水で溶いた粉を鉄板に乗せ、素早く竹とんぼ型の木のヘラを回転させるように、動かして、丸く、大きく、薄い形に広げる。鶏卵1個を上に割り落とし、ヘラで黄身を潰して、やはり丸く広げる。 上に刻み木を振りかける火が通り、粉がきつね色に変わり始めたら、小手で鉄板から剥がし取る。上に味噌だれ、好みにより、唐辛子味噌を塗り、短く切った油状、または薄く揚げた、薄、もろを乗せ、折りたたんで完成。三等賞などでは、最後に、魚肉ソーセージも挟む場合がある。せんべい5は、緑豆のせんべいで、天津で5、または、 棒土語と呼ばれる揚げパンを包んだもの。一般に中国各地で天津せんべいとして売られているものの多くは、実際にはせんべい語であって、せんべいではない。北京では1980年代から街頭で見かけるようになったが、語ではなく、薄、もろと呼ばれる、薄く揚げたクラッカーのようなものを挟むことも多い。ともえなは緑豆のせんべいを細切りにして、 とろみのあるワンをかけた食品。天津では朝食に食べることが多いが、天津以外で目にすることはほとんどない。ありがとうございます。